赤市藩は、ハリマ国赤市軍を領した藩。藩町は、赤市城に置かれた、赤市城跡譜代と五家門の大名が頻繁に入れ替わった。江戸時代初頭は、ハリマ一国を支配する姫路藩池田家の所領であった。現那三年、池田光政が、鳥取藩に天保となると、ハリマの所領は、松平信康の娘、峰寺海が嫁いだ、小笠原秀政の赤市藩十万国と、 同じく、妙行院がついだ、本田忠政の姫路藩15万国及びその、部屋積み寮10万国、忠政の次男、本田ダ・友の辰野藩5万国、徳川家康の娘、吉政院の医療を分配した阿尾藩3.5万国、平福藩2.5万国、山崎藩3.8万国と、その一家だけ一族の怒る藩1万国、林田藩1万国の中小藩に分割された。 そのうちの一つが、赤市藩である。立藩は、池田家が天保となった、源那三年である。品の国松本藩より、小笠原忠ザが十万国で入宝したことに始まる。忠ザはそれまでこの地方の拠点であった、千条場を廃止、赤市場を建設した。この城の持つ性格は、海上交通の監視、西国大名へのおさえの拠点城郭の一つとなった、ことである。 寛永九年、忠だは、武全国国ら藩に転覆となった。寛永十年、松平伊佐尾家が七万国で入蜂した。翌年十八歳で死去したため、兄、忠光の子、光重が継いだが、寛永十六年に、美の国家の藩へ転覆となった。同地より交代で、大久保忠だ職が七万国で入蜂したが、慶安四年に、非全国から津藩へ転覆となった。同年、 丹波国史の山藩より、松平忠国が七万国で入宝する。四死、信行の時代に、弟、信主に五千国を分置したため、六万五千国となった。遠方七年、信行は大和国郡山藩に天保となった。なお、信行は、明君の誉れ高く、新田開発を進めた。郡山天保後は、老中となっている。同地より交代で、 本田正俊が六万国で入法する。過酷な政策を敷いた罪により、天南二年に、道の国国岩瀬藩に一万国に、元邦の上、天邦となった。同年、越前国王の藩より、松平直明が六万国にて入法し、越前末、平家の支配が、廃藩地権まで続いた。八代、再選は十一代将軍、家成の二十五男で、この時二万国の画像を受け、 八万国となった。しかし、将軍家の失足を迎えることで莫大な費用を要し、財政難に一層の白車がかかった。幕末には古家門の立場上佐幕派となり、とは、伏見の戦いでも幕府方として参戦した。その後、明治政府方に基準した、明治4年、廃藩地県により、赤市県となり、姫路県、鹿間県を経て、兵庫県に編入されている。越前松平家は、 明治17年、家族例により、死者となった。譜代10万国、多田座根譜代7万国、幼児加工10譜代7万国、昼食譜代7万国、六万五千国、忠国信行文治により六万五千国。譜代六万国、正都市審判六万国、八万国、直明寺家、城直住直弘直行寺家集、最小最前八万国に家族計塗り直ち、ありがとうございます。